今日はちょっとね配信担当日じゃないんだけど配信したいなと思って17時からあれ17時からやりますってツイートしたら結構来てくれてる嬉しいですありがとうございますこんばんざいはやはやさんおさ様ありがとうございますありがとうございますちょっと今日はね30日のライブの そう30日に、えっと、ツ,イボツインボックスでライブがあるんですけど,どういしょそれの告知をしようかなと思って今ねと書いてます紙にツインボックスペンが青しかなかったツイン書くの遅いんだよね スインボックスキハバラあ二十人の方ありがとうございますキハバラキハバラちょっと三十日はえっ、ー、と出演時間が遅くて二十時十分から二十時三十分までの二十分枠なんですけど結構ね遅い時間に ライブがあってその後終演後物販なのでまた物販も遅くなっちゃうかなと思うんですけどもしえお時間あったら見に来てください30日よろしくお願いします秋葉原秋葉原 主演か、えー、と予約がご予約していただくと2000円で、えー、と当日券が2500円です鈴木さんだまいまいさんこんにちは鈴木さんこんにちは来てくれてありがとうございましたお披露目会いに来てくれてありがとう嬉しかった どうでしたかそうあの25日にお披露目があったんですけど見に来てくださった方ありがとうございましたどうでしたかめっちゃ緊張したそう当日券でね来てくれてありがとう鈴木さんあお外からお堀様もありがとうございますおばたまさんカウンターありがとうございます お披露目ライブめっちゃね緊張したなんかセンスもね最初「願い星」って曲をやったんですけどセンスも全然思うように開かなくってあやばいって思ったりもうすごい緊張が顔に出ていたと思うんですけどでも楽しんでいただけてたら嬉しいな嬉しいな JP さんだ JP さん JP さんも来てくれてありがとう楽しかったなんか物販でもあのし、ー、てるお顔がたくさんいてすごい安心しましたペンギン先輩さん推しメンですか推しメンですか推しメンん,んだろう推しメンですか JP さんどうもってオフィス 脱私オフィス脱出 JP さんお仕事中もしかしてありがとうお仕事中なのに来てくれて大丈夫かなありがとうオフィス脱出って面白い JP さん堂々としたデビューだったねありがとうございます全然堂々と堂々と見えたかなえでも嬉しいです堂々としてたって言ってくださる方が ね、ツイッターでも見かけてそんなことないのにって思ってすごい嬉しかったんですけど、えー、でもそうやって見えていたならよかったです楽しかったですか鈴木さん練習たくさんしたのがわかるステージええー、ありがとう本当。トえー、もうすごいね練習はでもしましたかも,もう不安で不安であのそうやっぱ楽しいって思っていただきたいってすごい思っていたので たくさん確認したりはしたんだけどでも間違えたちょっと間違えちゃったところがありましたあまたろさんあアメリカジキューティーさんヤホヤホありがとうございます嬉しい来てくださって嬉しいあのチェキもね代行で来てくれてちょっとお話できて嬉しかったありがとうございますミーシャンミーシャン安藤マイカですかってええ誰ミーシャン ですあ、た丹こんにちはありがとう安藤舞香です鈴木さんあ鈴木さんブーケありがとう,ーーーがとうわうしいあおめでとうってことかなもしかして捨てでおめでとうってことですかありがとう鈴木さんブーケーありがとう嬉しいもう本当に会いに来てくれて嬉しかったまさかね当日で 来てくれると思わなくて、鈴木さんだと思いました。あ、うささん、こんばんは。うささんだ、あのご予約ありがとうございました。すごい嬉しかったです。うささん、ありがとうございました。なんかあのステージ上でまだうささんのえとお会いしたことがなかったんですけど、ステージ上からあのすごいね。私のこと見てくださってる方がいるなって。 ちょっと思ってたので、もしかしてって思ってたら、うささんでした。ありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。代行事件私あ、本当ですかちなみに代行が、代行って、代行が、代行って書いてたらしいよ。え、ごめんなさい。おバカがバレた。また、漢字が違かったってことだよね。ごめんなさい、本当に。<laughs> ごめんなさい。ありがとうございました。代行来てくれて。 ジーピーさん予約特典あったのなんかツイッターで書いてたけどあそうなんですよご予約特典ねあのそう最後に渡そうとしてたんですけどなんか渡せた人も何人かいたんですけどほとんど渡せず終わってしまいましたごめんね JP さんそうだけどそうなんですよ私ブロマイド渡しちゃったんですけどなんか本当はあはダメだってやつだったらしくて 知らずに渡しちゃってなんかツイッターにね上げてくださってる方がいたからあもうちょっと申し訳ないなと思ってツイートしましたそうそうそうあのそれでツイートしたのを「鈴木さんお手紙とか差し入れはできるグループですか?あ」あお手紙多分大丈夫だと思いますスタッフさんに渡していただけたらいいのかなえお手紙くれるの鈴木さん おばともさん、こんばんざい。あ、おばともさん、こんばんざい。星投げカウントだけです。ごめんね。ありがとうございます。来てくれて。ありがとう。すごい、いつもカウントとか、お尻様も投げてくれてありがとうございます。鈴木さん、そうです。察しがいいですね。さすがです。えなになに察しがいいですね。え、なんだろう。あ、お手紙こうちゃんは、あなたがお指名さん。こうちゃんさん。 こんにちは,はじめましてかなお名前は安藤舞香ですででん安藤舞香ですよろしくお願いします千葉県の伝動シ見習いです「舞い<す>好きしんどい」ってツイートしてくれたでしょうありがとう嬉しかったなんかいつもねいろいろツイートしてくれてるから見てるありがとう亮太 jp さんもらえた人はレアアイテムゲットでラッキーだったんだね残念えちょっとねほんと申し訳なかったなぁと思ってなんかお渡しそうできなかった人も,もちょっと申し訳なかったんですけどお渡ししちゃった人に申し訳ないなってすごい思ってあのツイートしましたちょっとほんとごめんなさい次回からねなんかそれを見てあじゃあ予約しようとか思って ちゃう方がいても困るなと思ったのであのツイートしましたほんとごめんなさいダメだったんだね b j じゃあお手紙は直接で大丈夫あそうなんですか食べ物飲み物以外の差し入れは OK ですえー、ありがとうございます教えてくださってそうなんです直接いただけるんだええー、直接だって鈴木さん待ってるね ブーケを投げた意味の件ですあブーケかそっかそっか多分おめでとうってことだろうなと思ったありがとうそうもうね通じ合ってるね <laughs> そう多分捨てでおめでとうってことかなって思いました合ってたよかったりょうたん12日ワンマン出る出るって聞いたからあそう行きたい再会したいえ来てくれるそうなんです10月ね あのバンザイジャパンさんのワンマンライブがあるんですけど足軽もね全員出るのでそっかまだ私あれか言ってなかったのかなそう出ますもしお時間あったら来てください手紙の方がいろいろな伝えられるので話すの苦手なのであでもさなんかそのねいざ話すチェキの時とかさお時間あんまりないしね 私も「あこれ伝え忘れた」とか後から考えて「あ言えばよかったな今度言おう」とか言ってまた忘れてみたいなことが多いのでそれすごいわかるでも手紙私大好きでなんか皆さんからもらったお手紙とかずっと撮ってるんですけどお手紙読むのとか大好きでなんかその人のさ性格とかって字に表れるなってすごい思うからあこういう字をしてるんだとかなんか。 考えてこんな書いてくれたんだなって思いながら読むのがすごく大好きでそう手紙えっ、ー、と前のことが大好きって知ってるでしょってえー、ありがとう大好き私のことありがとう <laughs> 嬉しい JP さんプレゼント来てファンの方がプレゼント来てファンの方が知ってるやん ね、プレゼント来てそうだねあの食べ物飲み物がダメなんだねそう私があのちゃんと認識してなかったごめんねこうちゃんさんたった今ツイッターえー、ありがとうございますツイッターフォローしてくださったんだワーしに行きますありがとうございますこうちゃんさんえー、嬉しい皆さんツイッターもぜひフォローしてくださいまだ入ったばかりだから先輩に教えてもらいながら覚えていってね 差し入れとかあ,ありがとうございますそうだねまだ全然なんか知らないことも多いのでその都度確認して覚えていきますありがとうございますあ神谷貴さんだこんにちはあり,がこの間ありがとうこないだありがとうこちらこそありがとうございますご予約もえっとそしてねチェキもありがとうございましたもうすごい嬉しくてあのー、ステージからもねたくさんコールとか。 してくれて嬉しかった。ありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。もう覚えた。うささん、15分から。あ、そうかそうか。アイドルさん。そうだよね。今、やってるよね。了解です。あんたろうさん。というわけで、今度代行じゃないチェキ。え、本当ですか嬉しい。 また、えみの以外、チェキ取ってない人。あ、そうなんですかええー、嬉しい。私にも来てくださる。嬉しい。今度お話できるの楽しみにしてます。ええー、めっちゃ嬉しい。それ。ありがとう。待ってます。りょうたん、10月30日にニコラバワンマン。え、本当ですか私で予約してくれるええー、ありがとう。本当にそう、10月、ね、12日。そう、これからまた告知をするんですけど。 であのー、ワンマンライブ多分私たちもみんな出るのでえー、嬉しい来てくれる Twitter のアカウントの名前はこっちとは違いますアイコンはアイドルに囲まれてる写真あお名前が違うんだねあでもフォローしてくれた方フォロワー,ーしてるので基本あのー、返しますかかんじゃった返しますえー、そうだよねお名前違う方結構いらっしゃるよねこっちのお名前と ツイッターではじむさんこんばんざいはじめましてこんばんざいはじむさんはじめましてあこれやっぱよかった用意しといて安藤舞香です千葉県の伝道師見習いとして活動させていただきますよろしくお願いしますお会えてください皆さん JP さんマイマイのことは まあまあ好き過去積んでるあ JP さんまあまあなのえ悲しいそれちょっとまあまあって悲しいな <laughs> ありがとう JP さんでもなんかよやご予約ねもし回せそうだったら行くよって言ってくれてたんだけどもしかしたら JP さんにその25日会えないかなとかちょっと思ってたんだけど当日来てくれて、ね、嬉しかったありがとう JP さんあと金魚のそう金魚の歌ね の時落ちたびれこうやってやってくれてたの見たありがとう天然かわざとか前から好きって知ってるくせにって天然かって私天然じゃないよ天然じゃないよ私亮太と前の仲でしょうがそうだよ前から応援してくれてるありがとう,りょうた太 ぶちゃけ好きな髪型かわいいねえ本当私ですかありがとうございますえー、嬉しいちょっとあの私結構ボブが好きでなんかずっとねあの,ー、のば伸びても肩につくくらいとか結構短めの髪が好きなんですけどずっとボブにしてるんですけどえー、髪型が好きって嬉しい上兄貴さん ちな BJ 被らんなかったら30日秋葉原行こうと思ってえー、めっちゃ嬉しいです本当ですかわわ待ってます本当に嬉しいえー、嬉しいですなんかえ嬉しい <laughs> ありがとう待ってるねそっかかぶったらねあれだけどそうあのー、ちょっと今書いてたんだそうで今思い出したあのちょっと待ってね30日の、あのあ、ー 告知をしようと思って今紙に書いてた途中でした予約が2000円でさっきあの全部告知をしたのでツイッター見ていただけたらわかると思うんですけどよしあちょっと字がちっちゃくなっちゃって見えるかなえっと8月30日ツインボックス秋葉原さんで、えっと、私たちの出番は台湾で私たちの出番20時10分から 20時30分のこの前は15分枠だったのが20分枠でライブに出させていただきますでご予約が2000円でいつもと同じで当日が2500円ファンドリンクになってますちょっと遅いし、えー、と終焉後物販なのでその物販も多分遅い時間までかかってしまうと思うんですけどもしお時間ある方ご予約してきていただけたらすごく嬉しいです よろしくお願いします皆さんっていう告知をしようと思っていました忘れてたありがとうえうしい30日お待ちしてます JP さんリオちゃん登場でいきなり2人抱き合ってるの見て和んだわえありがとうそうあのリオちゃんねあの会いに来てくれてもうすごい嬉しいかびっくりしましたなんかパッと見たら私の真正面のとこにリオちゃん後ろに 見てててくれてもうすごい感動して泣きそうになったでもなんかチェキ1枚くれてすごい嬉しかったりおちゃんえ抱き合ってるの見てたの JP さん涼太2回遠征するのにいつかうん休み取れたら行くよーってえー、来てね待ってるね涼太んそうかなかなかね大阪とかだとこっちに来れないけどえー、嬉しい待ってるね こうちゃんさん、ツイッターで口癖、口癖バレる。口癖あ、口癖があるのかな。えじゃあ、探しに行きます、口癖。<laughs> りょうたん、チェキはん前だけにしようと思ったけど、ふみも、ふみも、あ、ふみさんあ、なんか言ってたよね。ふみさんもなんか好きってツイートしてるの見ました。ふみさん、めっちゃ歌うまいから、多分 直接ライブを見たらもっと好きになると思うえでも浮気はやだ <laughs> 浮気しないでねシルビートさんこんにちは今シルビートさんこんにちは来てくれてありがとうございますこんにちは嬉しいシルビートさんシルビートさんありがとう25日も来てくれてありがとうございました本当にもうねなんか安心します知ってるお顔も 見れてもうすごい緊張してたからでも皆さんがなんかコールとかすごいしてくださってもう本当にありがたかったなって思います盛り上げてくださって神兄貴さんそしたらまた消えるツイートであ出たそれ <laughs> 消えるツイート承知しましたすぐ消えるんだよねで私がすぐ、あのー「予約ありがとうございました確認しました」っていうリポをするまで多分ハラハラ ね、してるやつだよね <laughs>。わかりました。じゃあ、早く確認します。そしたら、ありがとうございます。嬉しい、本当に。JP さん、えあ、し、ルャパン。初めての物販だと、チェキ1枚無料なんだね。2枚お願いしたら1枚無料ですって言われた。あ、そうなんです。そうそう。そう、あの、初めましての方はチェキ1枚無料だから。そっか。じゃあ,あの、あれかな。もし、初めて、 来てくださった方結構私に、ね、予約してくれた方は多かったから無料だったのかな皆さんえそっかラッキーそれはそうだそうだりょうたんじゃあまた来る楽しかった会いに行けるって確定したら知らせるありがとう本当待ってるね会いに来てくださてくれることを祈ってます <laughs> ありがとうまたねバイバイ ミッチー50枚目お疲れ様お疲れ様ミッチーだこんにちはこんばんざいこんにちはって言っちゃうこんばんざい JP さんリオちゃん私服がアイドルの衣装より派手で笑った<笑>リオちゃんいつもね洋服可愛いからもうなんかねオーラがバリバリに出てたよねなんか言ってました足軽ジャパンの他のメンバーもあのー、すごい ちょっと説明したらでもオーラが出,た出てたって言っててやっぱそうだよなと思ってともくんまいまいこんにちはともくんこんにちはありがとうこんにちは来てくれてありがとうございますアバターえとうん出たじゃあやっぱり安藤マイク一途でいくってえありがとうえ本当でも全然あのぜひ ふみさんともチェキを取ってみてみくださいもう絶対なんか私がもし私がファンだったらファンっていうか私が『バンザイ・ジャパン』初めてライブに行って物販に行ったら多分なんかもう絶対ふみさんにいたら絶対好きになっちゃうだろうなっていう感じがすごいしますふみさんかわいいし多分おしゃべりしてて楽しい 思うしそれで物販に行ったらもう絶対私多分釣られるなって思います <laughs> なんか思うシルビートさん JP さん2日ぶりですまいまより会いたいかもマイマより会いたい,ママい,たい嘘本当にシルビートさんと JP さんそっか25日にねお会いしてたかマイマより会いたいかもって言われてる え私は <laughs> ?GP さんシルビートさん俺もってちょっと私は GP さんシルビートさんもうでもその昨日昨日じゃないわ25日はそう物販でも本当に私もたもたしててどんくさくて本当になんか反省ばっかなんですけど物販時間かかっちゃうし反省ばっかだったんですけどだからあのすごい余裕がなくて皆さんねねことを 見てる余裕はあまりちょっとなく,なくてあの次からは余裕を持って行動できるようにし,しようと反省したんですけど今度またじゃあそのチルビートさんと JP さんの絡みをあの見ます今度「りょうたん初めてちゃうけどバンザイの前は初めてやから1枚無料あそうだよねそうそうあの1枚無料なんだよね ね、これをきっかけになんか、あの、バンザイジャパンさんと足軽ジャパンのことを、あの、知っていただけたらすごく嬉しいなと思います。シルビートさん、マイマイごめん、わら。え、ちょっと、え謝られた。<laughs> JP さんの方が会いたいシルビートさん。面白い。りょうたん。リオよりも、マイが、 が好きありがとうでも上気ぎしないけどふみも気に,気になる気ってふみさん本当に本当になんか私もああいう風におしゃべりできるようになりたいなって思いますあと歌もうまいし本当この前アットジャムに見学に行ったんですけどホント歌がうまくてちょっともう見とれていました jp さんシルビートさん大好きマイマイはまあまあ好きわらちょっと JP さんまあまあなの私はえー、じゃあちょっともっと好きになってもらえるようにあの努力しなきゃ <laughs> まあまあ好きって言われた神兄貴さんもたもたしたより丁寧に対応してくれるなーって感動したいえ本当ですか あと予約特典もすごかったえー、ありがとうございます丁寧に対応してくれるなっえー、ありがとうございますそんなことない私物販が下手くそで本当になんかもうね前からねずっともっと巻いて巻いてとかすごい私だけいつも言われてましたえー、ありがとうございます丁寧になんてそんなそう予約特典もね本当はあのブロマイドだからダメだっ みたいなのでお渡ししちゃった方ごめんなさい本当に次回から気をつけますシルビートさん JP さん C ってちょっとえ私は <laughs> 私は亮太んかバンザイジャパンは仮面女子に近いって感じたあ本当仮面女子なんかあれかな局長とかかなアリスちゃんだ毎毎来たよアリスちゃん ありがとう来てくれて席もありがとうご予約もありがとう嬉しかったです本当にありがとうね来たよって嬉しいこんばんざいりょうたんふみさんの配信いたら「金麦飲んでて笑った」あ「あビール!」のなんか配信ねされてたよね私ビール飲めないからさあのなかか可愛い人がビール飲んでるのってすごいいいよね 私もうビールとか全然飲めなくてあんまお酒強くないんだけどビール飲めないソルトさんあソルトさんこんにちはソルトさん久しぶり来てくれてありがとうございますこんにちは元気ですかこうちゃんさんかわいいあなんか言っちゃった口癖かなさあねってえ口癖かわいいが口癖なのかなじゃあ 可愛いが口癖なこうちゃんさんじゃあもう一回告知しとこっかなあもう待ってあそうだねもう一回告知します8月30日もうあと3日後なんですけど8月30日ツインボックス秋葉原さんでライブがあるんですけど出番が出演が20時10分から20時半までの20分枠になってます で、ご予約してくださるとえ2000円でプラスワンドリンクで当日券だと2500円プラスワンドリンクでえっ、ー、となっていますんワンドリンクになってますもしねちょっと遅い時間で終演後物販になっちゃうのでまたね遅くなってしまうと思うんですけどもしお時間あるよって方は8月30日お待ちしてます3日後ぜひ来てください 私でご予約していただくと2000円になりますぜひ安藤まいかでご予約お待ちしてますそう毎回ねご予約特典も考えようかと思うんですけど思ってます jp さんチェキワイドなんだけども出たそれもう引っかかった JP さんにあれだよね「のこの人素で天然だわ」って言われ言われたやつだよね <laughs> そうあのチェキ・ワイトなんだけどのボケに天然で反応されて笑ったさすがまいまい笑さすがって言われてそこでさすがって言われてる私なんかそうあのチェキねそう全然あのバタバタしてて余裕がなくて JP さんに「 普通にチェキ取り終わって渡すと時に「あれワイドで頼んだんだけど」って言われてあの間違っちゃったのかと思って受付で受付の人が「えごめんねちょっと確認してくるね」って言っちゃってそしたら仮面女子さんのチェキ犬だったっていうもうほんとごめんなさい <laughs> ごめんなさいごめんなさい天然で反応されてもらった <laughs> もう本当トなんか。 バカなんですかね私はシルビートさんまいまいかわいいよまいまいあ本当シルビートさんかわいいシルビートさん jp さんより会いたいよ私に <laughs> アリスちゃん本当おひらめ楽しかったよえありがとうございます楽しかった良かった楽しかったって言っていただけて嬉しいです本当ありがとう 物販下,手か物販下手なんです練習しなきゃ前は最高やで自分はドマイか1番ありがとうございますもう1番なんてありがとう両端シルビートさん「物販列」にメンバーが聞きに来るのが申請でいいなと思ったあそう最初にね聞きに行ってそれで受付をして呼ば,呼,呼ばれたら行くっていう感じなんです けど初めてだったのもあってすごいバタバタしてしまっている姿をお見せしてしまったなって反省しているんですけどそうなんかねそうだよね聞きに行くんだよねなんかアイドルさんねグループによって違うよねいろいろルールとか物販もね「お前が一番マイカー」はうれしい <laughs> JP さん25日渋谷の前はソルトさんと一緒だった説えそうなんですかソルトさんと一緒だったんだえどこ行ってたのいろんな現場行ってたのかなそしたらえ楽しそうそんな一日神谷ニさん予約お願いします毎毎果たしてニューシネマパラダイス見る時間あるかな待ってそうだよね30日までに見ないとで感想を今度お伝えするっていう、えー、と約束をしたんだ見ます絶対見ます 時間あるかな作ろう <laughs>。えーでもね、結構ね、見るの楽しみです、それ。なんか聞いたことあったから、ニューシニマーパラダイス、聞いたことあったので、あ見てみようって、素直に思いました。予約お願いしますって、え、予約お願いしますって、今、あれかな予約してくれたってこと。え、ありがとうございます、本当ですかありがとうございます。お待ちしてます。 ソルトさん追かってそうツインボックス追イで30日追イぜひ来てくださいソルトさん時間あるかな20時10分から20時半までで20分枠になっててえっ、ー、と終焉後物販になってますちょっと遅いけどどうかなどうかなとか亮太前の後に顔が久しぶり前の後に顔顔 なんだ顔って <laughs> JP さんすいませんいつもいたずらばかりしてイマかわいいからつい本当 JP さんそれかわいいからさあ意地悪するんですか私に <laughs> 本当オフィス脱出今日も京都でオフィス脱出 JP さんたん12日行けなかったから 三十三十か三十日ライブやることを願うあ十月かな十月かまだ予定がねあのわ、ー、からないけどどうかなミオさんミオさんこんにちはミオさん初めまして安藤舞香ですもう行っちゃったかな <laughs> またねって言ってる JP さんやっぱり前前はステージ上が一番 輝いてるえ本当ですかありがとう歌って踊ってるマヨマヨがかっこいいよってありがとう JP さんありがとう本当なんかね本当になんかおしゃべりが下手だからさ噛んじゃうんだけどすぐ私えでもそんなこと言ってくれて嬉しいありがとうありがとうこれからもそうやって思ってもらえるように頑張りますありがとう、JP、さんでも本当に ステレを見に来ててくれて見届け,て気にき見とけに来てくれてありがとう本当に嬉しかったですこれからも会いに来てね JP さん神兄貴さんマイマイ予約であっありがとうございますやったーマイマイ予約やったやった1番目かなもしかしてありがとうございます、えー、じゃあ30日お会いできるので、ね、ニュースネプレームパラダイス絶対見,見ます <laughs> あととなんだっけかの ななんとかの雨傘雨傘あなんだっけお名前タイトル忘れちゃったちょっともう一回見返そうそれも見るあとちゃうは後ろ前,前の後ろお化けいるってことえどういうことどういうことあの心霊人形の話のやつかなもしかしてそれは JP さん25日は楽しいというより忙しかったあそっか最後はパームスで。 生誕グッズ販売チェックで23時までえそんな遅くまでいたんだそっかそっかあれってさなんかカード買うじゃん生誕のそれってなんかサリアちゃんの弾幕とかの応援ってことどういうことなんだろう生誕祭ってやったことないから分からなくって楽しそうだよね生誕祭 JP さん帰宅したら家の玄関鍵かけられてたえ鍵 <laughs> 奥さんに遅くまで J P さんが あの、外出してるからだ。<laughs> 奥さんに鍵かけられたのかなあ、ああジュッピーさん。反省だね。反省だね。320人の方、ありがとうございます。こんにち、こんばんはい。安藤舞香です。安藤舞香です。よろしくお願いします。足軽ジャパンで活動しています。25日に。 ステージデビューをしたんですけどえっとこれからガルジャパンで活動させていただきますよろしくお願いしますお名前覚えてくれたらすごい嬉しいですそしてそう裏に書いたんだけどこれでも映っちゃツイッターもぜひフォローしてくださいよろしくお願いしますアアアッママーーーーークイカンンダダババ でで大文字 BJ バンザイジャパンセ字だからさちょっと読まないと伝わらないかなと思って副副読みました来月のサリア生誕が終わったら少し余裕出るかもなってえっ当えいっぱい会いに来てくれたら嬉しいな JP さんサリアちゃんのそっか生誕祭九月だよね9月だよね そっかえじゃあそれまでちょっと忙しいねたんまた来るじゃあ休み取れたらワンマン予約するなありがとう本当バイバイキンバイ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 キンアンパンマン見たくなっちゃったアンパンマンっていつやってるんだっけ金曜日だっけアンパンマンねちょっと前まで私録画してた録画して見てた <laughs> 結構好きでなんかちっちゃい時から 幼稚園とかかのの時からはアンパンマンパマ見るの好きででも最近見てないなと思ってたまたまアンパンマンがやってた時があってテレビつけたらねやってたからアンパンマンだと思って見たら可愛いってなってでそこから毎週録画をしていてでなんか今ね録画のリストのところにアンパンマンがバーってありますいっぱい <laughs> でも見ないなんか全部見切れないから。 消されるんですけどお母さんに消されちゃうんだけどアンパンマンにいっぱい溜まってるんだ今実は直吉さん直吉さんこんばん漫い、マイマイおはようおはようおはよう,おはよう <laughs> もう5時だ遅いようかな JP さんマイマイ足軽ジャパンで自分の生誕祭とかありそうってあどうなんだろう自分の生誕祭ってあないと思う どうなのかななんかその月ごとになんかね7月は7月の先輩が何人か結構いたのでバンザイジャパンさん全員であのー、7月の生誕の儀みたいな感じでお祝いをしてましたどうなんだろうねそういう感じなのかなでも私はまだ全然ね足軽だからどうなるかわからないけどどうなんだろう そうで私もう少しでたんお誕生日なんですよ9月7日が誕生日なんですけどえーもう21歳になっちゃう <laughs> 21になっちゃう0が1になってしまう21歳になります9月7日でもうちょっとだね忘れてたお誕生日もうちょっとだってこともゆうすけさんこんばんはこんばんはゆうすけさん アカウント変あっショールームかなあのアスガジャパンのこのルームからこれから配信しますジャムおじさんの声変わりましたねえっそうなの全然知らないそうなんだジャムおじさん声変わっちゃったんだ前の声好きだったのになんか全然分かんなかった聞いてても本当？変わった直吉さん夜勤癖で行ってしまうんだよなで、今日は仕事帰りえ 誕生日把握してよってえありがとうございます9月7日なんですよもうちょっとだねえなんかお誕生日ってさ結構なんかね高校生のそれこそ高校生の時とかはなんかお誕生日が楽しかったんですけど楽しかったんですよ今日誕生日だからあみんなにお祝いしてもらえるなとか思ったりなんか廊下歩くたびにみんなにプレゼントもらったりとか サプライズしてもらったりとか楽しかったけどなんかそんなね今年余裕がないないし人と会ってなくて最近ちょっと寂しい <laughs> お誕生日がちょっと寂しい誕生日忘れないでよ僕は覚えてるよえ覚えててくれたもしかして JP さんありがとう本当なんか去年もね本当はいろいろ準備 ねねしててくれてたんだよ、ね、ありがとうシルビートさん9月7日ライブあるといいなーってね9月7日にライブあったらすごいすごいよね嬉しいそんな日に皆さんとお会いできるのはすごい嬉しい私もマスオさんと同一人物だからですえマスオさんの同一人物だからですえじゃあもうじさんえそうなんですか全然知らなかったそうなんだ マスオさんと同一人物なの声がアリスちゃん山ちゃんだよじゃあもうおじさんえ今山ちゃんさんえそうなんだ山寺浩一さんえ全然分かんなかった達也さんあ達也さんこんばんはありがとうございます達也さん来てくれてありがとうアウターがあれだリオちゃんのやつだ直吉さん わーめちゃくちゃ青春やなってそうなんか高校生とか中学生の時とかってお誕生日さねお祝いしてもらえるのすごい楽しかったの覚えてるんですけどなんか高校卒業してからやっぱみんなに合わないし大学とかはねいろいろあったけどみんなに合わないしやっぱ高校の時のお誕生日のお祝いのクオリティがすごいみんな高かった気がします。 なんかね年々やらなくなるよねいろいろ山寺浩一さんに変わったチーズの声とえチーズも山ちゃんさんなのえすごいそれそうなんだ両方やってるってすごいねなんかそれ意識して見ちゃいそうアンパンマン現在は山ちゃんさん現在山ちゃんさんなんだえチーズもチーズも思ってたよりも早かったのね 早かったのねうん何だろう早かったお誕生日かな JP さん25日はトモインティーがあトモインティーが運営やってるグループの解散ライブでソルトさんとえっそうなのあっそうなんだトモインティーさん運営やってるんだすごいそれそっかそっか解散ライブだったんだねそれに行ってたんだ えーそうなんだ楽しそうだねなんかその現場してる人がさいっぱいいて楽しそう直吉さん俺男女で絡んだ回数少なすぎてあ高校生の時かなええー、高校生の時でもね楽しかったなんか私の学校はすごい女子が多い学校でしたなんか女の子が多かった気がする チーズもでチーズもなのすごいねなんか2つやってるってすごいねユースケさんまいちゃんチーズに似てますねチーズにだって本当チーズって犬のえ似てますかチーズに似てるって言われたこと初めて生まれて初めて言われたチーズはなんかよくなんかのキャラクターに似てるとかすごい言われるけどチーズは初めて似てるチーズっぽいチーズっぽいって 昨日予約特典であそうあの私しちゃってごめんねゆうたさんもごめんなさい達也さんあ配信のこともっと遅い時間だと思ってたあそういうことかそうあの本当は私は担当曜日が日曜日なんですけどあの今日はちょっと例外で配信しようかなと思って配信したんですけどなんか何時がいいかなと思っていつも遅い時間に結構やってるから ちょっと早めてみました早すぎかな JP さん解散ライブからのマイマイ捨てで気持ちの切り替えがあって <laughs> そうだよね解散から始まりを見たんだね JP さんじゃあその日はお疲れ様でした <laughs> JP さんの気持ちお疲れ様です <laughs> そうだね切り替えが必要だったねありがとうそんな日に来てくれて JP さんありがとう 犬犬の犬のチーズに似てる本当私って何っぽいですかじゃあ皆さんにちょっと聞いてみたい私って何っぽいですかなんかに似てるとかありますかなんかねヒヨコに似てるってよく言われるなんかトゥイーティーっていうひよ、まあ、カナリアなんですけどヒヨコみたいなキャカナリアの。 えー、トゥイーティーっていうキャラクターがいるんですけどそれにすごい似てるってよく言われるえなんかありますか何に似てるとか聞きたいみんなのみんなから見ていいなもっと青春しとけばよかったかな青春でも私もね部活があったりとかしたから全然なんか遊べなかったですね高校生の時は なんか夏休みとかもさ試合練習試合とか行ったりしてましたそれが青春か JP さん前々とりあえず犬っ犬っぽい嘘本当小型犬プードルとかプードル嘘本当プードルめっちゃ好きえ犬っぽいんだ私言われたことないな犬はえでも嬉しい犬っぽいってゆうたさんプードルに <laughs> うたさんも言ってるプードルに似てる えめっちゃでも嬉しいプードル好き本当犬っぽいのなんかね私猫派なんですけどでも猫が猫ちゃんが好きなんだけどね猫が好きな人って性格が犬っぽいんだってだから犬っぽいのかな私チーズの鳴き真似できますかチーズの声ってどういう声だっけ全然わかんないチーズの声がわかんない マリスちトイプ,プードルえなんでみんなプードルって本当合わせてるとかじゃなくてみんなプードルって言ってるじゃあちょっとこれからプードルになりきれるように意識しよう <laughs> プードル意識しようじゃあ達也さんそういえば30日出演出演者見たらオリステリユニットちょいちょいあったえっ達也さん30日これそうですか 日いっぱい出しちゃって告知ばっか申し訳ないんですけど8月30日ツインバックス秋葉原さんでえと20時10分から30分まで20分枠でライブがありますえご予約していただけると2000円になってプラスワンドリンクでえ当日券が2500円になってますもしよかったら 私でご予約してください、えっと、そうご予約の方法はよく聞かれたんですけど、ね、よく聞かれることが多かったんですけどえっとチケットを取っていただいてから私に、えー、予約しましたってリプを一言くれたら予約したってことになりますよろしくお願いしますえ待ってる達也さんシルビエトさん シャム猫かなちょっと高貴な感じわぁそれも嬉しい猫っぽいほんと猫っぽいって感じる人と犬っぽいって感じる人がいるんだねえ嬉しいシルビータさん猫めっちゃ好き私シャムネコちゃんってもっこもモこしてるモサモサしてる猫ちゃん ?JP さん最近毎毎人と会ってない <laughs> 人と会ってないアピールが多いよねプライベートは引きこもり <laughs> <laughs> そんなことないよ引きこもりってわけじゃないんだけどなんかあんまりその何て言うんだろう以前よりお友達とかと会ってないなって思って別に人と会ってないアピールしてるわけじゃないんだけどあのなんかあんまり会ってないなっていう感じがしますでも全然ね私結構家にいるより外に,外に外出することが好きなので 引きこもりじゃないけど引きこもたまに引きこもりな日もありますいけないいけなくはないと言っていくよあ待ってるよ達也さんチケットとかあるのチケットとかあるのあでもそうなのかなリプだけでいいのかなもしかしてなんか一応私は URL 載せてるのでもしよかったらそこ飛んでみてください あれどっちなんだろリップだけでいいのかな JP さん次にオリジナルアバター作るときはマイマイプードルでマイマイプードルえなんかラッコも茶色いのにさプードルって茶色いよね今年茶色いアバターばっかになっちゃうねマイマイプードル分かったじゃあマイマイプードル考えとくね可愛いねマイマイプードルプードルプードル欲しくなっちゃう可愛いよね なんか白いプードル欲しい白い白子がいいプードルでもキャバリアキングっていう犬が好き一番 JP さんじゃあしょうがないから一緒にデートしてあげようかな誰目線だよ自分で自分でツんでる誰目線だよってえ私と出かけてくれるってことそれはええー、私ね行きたいところ なんかそう行きたいところばっかインスタグラムで増えてくんですよ毎日ねなんか寝る前とかインスタ絶対見るんですけどなんか毎日行きたいとこが増えてってもうここも行きたいここも行きたいっていうところばっかあるから大変だよ私と出かけるの <laughs> あ星になっちゃったって星予約するってリプして当日 だだけだと思ってるんだけど星になん、ね、だろう星そうコメントね星になっちゃうことあるからねあ結構見てくれてる人が増えたじゃあもう一回私の名前を覚えてもらうために自己紹介します軽くてん安藤舞香です足軽ジャパンで活動してます千葉県の伝道趣味習いとして 活動しています覚えてください Twitter もやってるので安藤舞香でぜひ出てくるのでぜひフォローしてくださいお願いします直吉さんこの間初お披露目おめでとうありがとうございますそう25日にお披露目がありました来てくださった方本当にありがとうございましたなんかまだ余韻余韻というか抜けないんですけど ね、その当日なテンションでまだいるちょっと緊張気味な <laughs> 楽しかったですでもなんかすごい楽しんでいただけてたらいいなってすごい思って不安だったんですけどでもなんか堂々としててよかったよとかその嬉しい言葉を聞けてすごく嬉しかったです安心しましたこれからもっと頑張っていきますよろしくお願いしますゆうたさん草 むしり草むしりしてたの汗かいたからシャワー浴びてくるっていってらっしゃいそっか草むしりしてたんだ夏結構生えちゃうよね草とかなんか私の近くの公園もすごい草が生えて大変なんかすごいよ人のね腰ぐらいまでバーって長い草が生えてる草むしりお疲れ様ゆユッタさんお庭かな達也さん 電波途切れてよく聞こえなかったけどそれで大丈夫だよねえ電波途切れてるごめんね聞こえづらいかな聞こえてますか皆さん487人の皆さんも来ていただきありがとうございますあありがとうゆうたさん言ってくれてね来てくれてありがとうございますたくさん見てくださってるちょっと微妙な時間なからねあのあんまり見てくれる人少ないかなってちょっと思ったんですけど ありがとうございます。はっけば、は、星は、けばいじゃないけばいけばいけばいってなんだリプして当日行けばいいだけだと思ってあそういうことかえ、ちょっと待ってね。ちょっと確認します、もう一度。ごめんなさい。 俺今月行けてないのが心苦しいんだけど来月会えるよねってうちは大丈夫だよってえ来月会えますかなんか来月もライブがそう入っててえっと一つ今告知私はしたんですけど9月3日にライブがあるのとあと18日にもライブがありますえもしよかったら会いに来てください達也さんスマホだから調子悪いのか 電波悪いかなごめんね聞こえづらかったら本当に申し訳ない JP さん草が茂ってるといえばカメムシ今年は大丈夫カメムシ女子研究生ちょっと私カメムシ女子じゃないよ全然 <laughs> それなんでなんでさそうなったんだっけあそうだ私が枝豆触ってそうだそうだ枝豆触ったらあのカメムシの匂いになったからだっけそうだえ懐かしいそんなことあったね カメムシ女子ってやばいね。服もさ、微妙な緑とか微妙な茶色とかなんでしょみんなメタリックの。やばいね、それカチューシャつけて。<laughs> でも可愛いかもしれない、ちょっと。おしゃれじゃない衣装がおしゃれそう。直吉さん、俺、若くないけど、若くないけど、いいかなえ、なんで全然関係ないです。年齢はもう、年齢は関係ない。 マイマイのせいじゃないんだから謝らなくてもでちょっと確認してくるねこうちゃんさんナウ教えてくれてありがとうございますねもうすぐ1時間になるのかなそしたらちょっともうちょっとでじゃ終わろうかなそろそろカメムシジャカメムシジャパンやばいよカメムシジャパンってちょっとやばい <laughs> なんか趣が全然ないんだけど大丈夫その名前シルビートさんあれ以来 枝豆と緑遠枝豆と緑遠くなってる枝豆と緑遠枝豆と円あ円って読むのかなこれみちょっと待って見えない枝豆と円遠くなってる円え枝豆は触ってないってことシルビートさん食べてない <laughs> 私枝豆食べたらカメムシにの匂いになっちゃう 今来たばっかり立さんんえごめん今来たばっかりそうだよねさっき来てくれたんだでももうちょっとで終わろうかな今日は今日の工事現場でカメムシいたぞカメムシいたやばいカメムシちょっとカメムシやばいね最近人気 <laughs> くすんだ緑の着物っぽい衣装でお願いします。え、絶対似合わない私。本当に似合わない。なんか暗い色が似合わなくて。緑、うんまあ緑、黄緑とかはそんなことないけど、くすんだ緑とか多分すごい似合わない。大人っぽいね、服が似合わないから、多分その衣装を着たらやばいと思います。似合わなすぎて。可愛くなくなっちゃうすごい。 で今日は夕飯は枝豆かって枝豆 <laughs> でも最近ちょっと枝豆ばっかり出てくる私のおうね枝豆が好きなのでみんなお母さんもお父さんも枝豆好きなんかおばあちゃんとかも枝豆好きで最近枝豆が多い夕飯扇子の真ん中の丸がよく見る,見ると カメムシじゃないよ JP さんカメムシじゃないよ日の丸だあれは日の丸日本,日本日本日本 <laughs> よく見るとカメムシってやばいよそれカメムシジャパンって質問あっカ兄貴さんまだ見ててくれたんで嬉しい行っちゃったかなと思ったささやかだけどささやかだけど今欲しいものあるえ欲しいもの 欲しいものでも綿あめが食べたいなってちょっと思ってなんかお祭りとかで綿あめ食べたいなって思ってるくらいですえ何全然何でもないです欲しいものとか欲しいものなんだろうバンザイジャパンさんの CD とか <laughs> えー、嬉しい聞いてくれてマイ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 ファミリー 全員カメムシの匂い説ねえやばいよそれ私もいや私も遠ざけられちゃうよみんなに <laughs> やばいやめて JP さん変な勘違いする人が出てきちゃったら JP さんのせいだからねシルベートさんサリアちゃんの成人式のうグイス色の振袖にやったえサリアちゃん緑だったええー、かわいい絶対かわいい今想像しちゃったかわいい絶対 え、後でツイッターさかのぼろサリアちゃん食べ物飲み物は無理すあそっかでもねなんかわたあめすごい食べたい今 <laughs> お祭りに今年あんまり行けてないので行ったけど花火は一回ママとでもキュウリしかた食べてない今年なんかあんずあめ好きなんですけどあんずあめも食べてないしなんかね屋台行きたい <laughs> え欲しいものとかえでも何でも私はいただいたら何でも嬉しいです何か何だったら良かったのにとかないなんかくれたことが嬉しいサリアの振り袖確かにあれもカメムシだったかカメムシだったかってそっか緑だからやばいカメムシって言われてる私のせいでサリアちゃんまで差し入れって大丈夫なの あの食べ物飲み物は NG でお手紙とかいいのかな初対面でカメムシ説がちょっとちょっとほら直吉さんごめんなさい JP さんのせいで全然カメムシとは無縁な無縁なのであの覚えてください <laughs> タンプレ検討中あタンプレええー、ありがとうございます本当ですかえっ、ー、しいすごい嬉しい え、でも何でも本当に嬉しい。私は。何でも嬉しいです。え、ありがとうございます。楽しみにしてる。JP さん、カメムシのぬいぐるみと,とか売ってないかなアマゾンチェックしなきゃちょっと。JP さん、いらないからね。カメムシのぬいぐるみなんて。そしたらカメムシ持って配信しようかな。もしもらったら。<laughs> やだ。でもなんか、水族館好きだからさ。 水族館のぬいぐるみの売り場のところにさなんだっけあのなんだっけなんとか虫虫あのダンゴム虫みたいのいるじゃないですか水族館にダンゴム虫みたいなあれなんだっけ名前ダイオウなんとかみたいなやつなんか最近それが人気なのか分かんないけどさ水族館行くと水族館のぬいぐるみコーナーに絶対それあるよねぬいぐるみ 誰が買うんだろうっていつも思ってるんですけどカメムシもありそうだから分かったありがとう教えてくれててこちらこそ聞いてくれてありがとうアリスちゃんあ安藤舞カって書いてある新副団副団長えありがとう本当応援してくれる分かってるよ 暗黙の了解だから心配しないでありがとうございます暗黙の了解 JP さんすいません変なキャラ付けして忘れてください JP もうキャラ付けやめてよ JP さんダメダイオウダイオグソあそうそうダイオそグソクムシだそうだえすごいよく知ってますねダイオそグソクムシなんか流行ってるのかなあれさ おもちゃとか持ってる人いないダイオウグソクムシのあミツキングさんかなミツキングさんカウンターありがとうございますこんばんざいありがとうございますライブに見てくれてたダイオウグソクムシのおもちゃとかさ持ってる人いるよねこう丸まるやつギュッてなるうわーって思ったんですけどダイオウグソクみんな言ってるダイオウグソクムシって教えてくれてるダイオウグソクムシ <laughs> 3連続あれは山宮が大好きなそうそうレナちゃん好きなんだよねダイオグソクムシんでなんかダンゴムシとか好きじゃないレナちゃんダンゴムシめっちゃ好きだよねいつもなんかダンゴムシって言ってたイメージがあ,あとゴリラゴリラも好きだよねミツキングさんこんばん,ざーいこんばごん才ご漫い来てくれてありがとうございますそう私98年なんですけどあの変人では ないです <laughs> 変人ではないよシルビートさん自分の Twitter のアイコンあそうだシルビートさんのアイコンもそれだダンゴムシじゃないんだダイオウグソクムシなのにでもすれ離してた方が気持ちいいしな素で話してた方が気持ちいいしな団長の元頑張って応援しますまいまいありがとう応援してくれるありがとうございますうれしいミツキングさん 金魚のお宅と言っても過言ではないくらい金魚で湧いてるお宅だからセンターびっくりしながら見てたよええー、ありがとうございます嬉しいなんかすごい一列目にいらっしゃって、ね、まだお話ししたことないけど一列目にいらっしゃったの知ってるえ像、ー、そう金魚でねちょっとセンターをさせていただいたんですけどあのできてましたか大丈夫だったかなええー、びっくりしながら見てたよってありがとうございますもうすごい緊張してあのー 手がね、震えちゃってあの落ちたびとか手震えてもうセンスがずっとこう,こうなってたと思いますよく見ると多分こうなってました <laughs> それが皆さんに伝わっちゃうんじゃないかと思って必死にめっちゃ力を入れてグッて力を入れてこうやってやってたんですけどもう震えちゃってもうね緊張したすごい見てくれてありがとうございました さんだこマイマイちゃんこんばんはあすなりさんこんばんは来てくれてありがとう久しぶりあすなりさんなんか久しぶりな気がするありがとう JP さんこれは誕生日にダイオウグソクムシのぬいぐるみがプレゼントで大量にやだやだえやだええじゃあイルカのぬいぐるみとかがいいそしたらぬいぐるみめっちゃ好きでチラミ水族館でサメのぬいぐるみ買ったことあるんですけど 水族館好きだからイルカのぬいぐるみとかだったら嬉しいダイオウグソクムシいやいらない <laughs> 可愛くないもんミツキングさん九 ?98 組最後の鳥でか鳥で鳥でまともってことあちょっとまともにまともまともですかっこよかったさすが さすがの一言えー、そんなことないです全然ありがとうございますでもそんなえー、ありがとうございますもうよかったーめっちゃ緊張してましたもうどうなることやらと思ってもう曲振りからね声がちょっと震えてた金魚のぬいぐるみの方がいいってあ金魚だったらめっちゃ嬉しい全然違うけどねダイオウグソクムシと金魚ってダンゴムシダンゴムシもやだ虫好きじゃないもん でもトンボはまだ好きあすなりさんこの前秋葉原サーキットでいるかなってあそうなのまだ捨て出前でフライングしたってそっかなんか結構言ってくださる方がいてあのー、ここにバンザイジャパンさんがいたけど前もいなかったよってすごい言ってくれてそうなんですよ25日に捨て出だったからあのー、そうそうまだいなかったありがとうシルビートさんダイオウグソクシかわいくない 山好きなのダイオウグソコムシ好きだからアイコンにしてるのかなもしかしてえごめんシルビートさん <laughs> 虫好きじゃない私虫好きじゃないもんなんかさ昨日も寝てたらなんかお布団のね昨日ちょっとベッドじゃなくて布団で寝てたんですけど布団の周りになんか変な虫がなんかタン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 っていうなんか変なリズムで。 なんか跳ねねる虫が、ね、私の周りをぐるぐる回っててもう本当に深夜に3時ぐらいに起きてもうママを起こしました「ちょっと来て!」って言って暗い中全然見えないからしかも電気つけに行くまでにその虫踏んでも嫌だしもう動けなくてもうでっかい声で3時ぐらいに「ちょっとママー!」って言って。<laughs> 虫を退治したんですけどなんか変な硬い虫がね私の周りをなんかすっごいリズムで跳ね回っててもうすごい気持ち悪かった寝れなかったそれのせいで虫好きじゃないもん直吉さん確かに可愛くねえなあほら可愛くないって小学生の時なんか転がしててよダンゴムシなんかよくさ丸めるよねちっちゃいちっちゃい子ってダンゴムシ私も小さい時は触れてたけど今はちょっと触れない でもさすがに9月のサーキットにも出るのかなサーキット何日えっとね今ね出てるのが3日と18日なんですけどこれからちょっとずつあの告知はしていくのでツイッター見ててくださいあすなりさんミツキングさん最善でいつも厄介してるけどこう見えて女おたち ですよろしくえよろしくお願いしますえミツキングさんもさ98年なんですかもしかしてめっちゃ気になってたなんかあずささんとあのそのツイートに「いいね」したんですけどそれをスクショしてミツキングさんが載せてて「なんかごめんごめん」みたいなそれでねずっと2人で笑ってました <laughs> 鈴音ちゃんもいいねしてたかな JP さん物販でも言ったけどステージ上の前々は大きく見えるんだよかっこいいえー、ありがとう大きく見える私ね 161cm なんですよ身長そうもうちょっと大きく感じるねとかすごい言われるからびっくりされるんだけどなんか165ぐらいあるかと思ったとか結構言われるでも 161cm で本当はあんまり身長大きくないです そうあんまりの、ね、大きくないんだありがとう JP さん大きく見えるミツキングさん98年の21歳でおまんじゃわっじゃあ同い年なんですねやばい同い年なんでよろしくお願いします嬉しい同い年ってあそうだ俺の顔知らないよねってまだお会いしたことな,ないかな知らないお会いしたいこの ミツキングさんツイッターよく見てるのねツイッターね見てます結構 <laughs> 結構見てますなんか結構見てるかもしれないツイッターもインスタもめっちゃ見ますマ <laughs> っツーさんチーズマ、ま、っツーさんこんばんざい来てくれてありがとうございますシルビートさんそういえばバンザイさん個人の撮影会とかやってるみたいだからいずれマイマイもあっ撮影会ね なんか撮影会って懐かしい。やってたことあったから。え、そんな時があったら来てくれるシルビートさん。ん16 161は高いうらやましいうらやましい。え、高いかな1 6十センチえ、本当ですかうやましいって。え、でもね、そんな、言うて高くないよ。なんか、163とかあった方が、なんか微妙じゃないですか ?163 とか5とかだったら、 なんかもうスッとしてるけど161だと何かおっきいんだかちっちゃいんだかみたいな感じでちょっと微妙じゃない嬉しい羨ましいってミツキングス身長低いかな低いあすなりさんサーキットは14日いたら覗きに行くねってあ十14日ってどうだったかなえちょっとどうだったかなえー、待って告知待って確認するね ちゃんと直吉さんあとでアップしてあげるよ顔顔お顔え本当私見れるそしたら松んアートジャム会場の特典会でんアートジャム会場の特典会で釣ってきた人だ特典会私出てないよあれ特典会出てないですアートジャムはえっとバンザイジャパンさんの あの見学に行ったあれ人っちがいいか毎毎撮影会なら有給取っていくよ本当嬉しいそれはじゃあ撮影会とかできる日がね来たら嬉しいミツキングさんうちは1 5 2ンチあそうなのふみさんと同じくらいでよえふみさんも1 5 2ンチなんだええー、そうなんですね じゃあ、私と9センチ違うんだ。結構違う <laughs>。でも、152センチとか、めっちゃ可愛いですよね。なんか身長低い人になりたかったなってすごい思う。羨ましいです、でも身長低い人。可愛いじゃないですか、やっぱり、低いとだからね、羨ましい。松、ま、江さん、俺の身長100、ん ?170 センチ ?170 センチわー、大きい っって言ってる「アトジャーム会場いなかったのかこれ失礼」「いやアトジャームはね見に行ってたんですけどあの出演してないです」「人違いかな誰と間違えたんだ今は良くない顔だから風呂入ってからアップするねえ写真撮ってくれるの楽しみにしてるそれはりさんまあいずれどっかで」って言ってる もうさ終わろうかなって言ってから全然終わらないじゃん私 <laughs> そろそろ終わろうかな未完成リップスパークルさんのファンしてるの松あそうなんですかそうなんだ万歳さんじゃないのか千葉の子だっけそうです千葉県の電動師見習いですジュリアンさんと、えー、マリアさんと一緒かな千葉県ですよろしくお願いします なんか字がねちょっとね個性的っていうか癖字なのでなんかちょっと右上がりになっちゃうから読めるかな安藤舞香です覚えてください皆さん今来たばっかりダメって言ってる今来たばっかりで申し訳ないです本当。直吉さんまいまいまたねまたねありがとうまたね 松戸とかも出てほしいねって松戸あ松戸競輪かな松戸競輪そうだね千葉だもんねいつか松戸競輪でライブとかできたらすごい嬉しいなんかおじいちゃんが競輪の選手だったんですよ私でよく松戸競輪でなんかやってたから試合とか試合レースとかなんかすごいねおじいちゃんに言ったら喜んでくれてバンザイジャパンさんがあのそこで。 ライブとかよくしてるんだよって言ったらすごい喜んだのでもうね早くそういうとこでできるようになれるように頑張りますあれどこまで読んだっけここかちょっと千葉ここ大事そうちょっと <laughs> 千葉そうだよね実は神奈川が羨ましいとかね JP さんそれはちょっとっ <laughs> でも神奈川県もすごい好きなのでなんか海が好きだから神奈川県いいなって 思ったりします。アンドーナツって呼ぶね。アンドーナツ <laughs> 私、アンドーだからかな。何でも嬉しいです。配、は、信、い、あ,ありがとうって、こちらこそ来てくれてありがとうございます。えー、でもちょっとお話できて嬉しかった。ありがとうございます。ミツキングさん。あすなりさん、ん前マ,イマイに言いたいことあるから、まあそのうち、決して変なことではありません。え、なに気になる言いたいこと。え、じゃあ楽しみにしてるね、あすなりさ。ん。前マ,マイ推しの人になる。 えマイマイ推しになってくれるの松さんありがとうございます嬉しい本当そうマイマイ推し募集中です <laughs> 何も出ないペテロップ <laughs> 募集中ですそういやマイマイの担当カラーとかあるのあ担当カラーはなくてそうなんかサイリウムとかない,ないんだよね担当カラーないですなし紫だったけどね私はずっと おおい,おい千葉と神奈川はアクアラインがあるじゃないかこうなったらアクアライン同盟組もうぜアクアライン同盟やばいなんか面白い同盟じゃあそれに参加しようかな私安藤夏はまずいかもそういうそういえぶい女優さんがいるから安藤夏さんえ安藤夏さん <laughs> 方がいるってことかな 漫イジャパンの担当カラーみたいなのはいったもん勝ちみたいな部分あるえっそうなんだえじゃあ決まってはないのかななんかふみさんはオレンジっていうイメージがあってしおりさんは水色ってイメージがありますなんか決まってるのかと思ってたそうなんだいったもん勝ちえっそうなんだじゃあ好きな色言えばいいってことでもかぶっちゃうかな ないのかじゃあ、俺も持たなくていい感じだな。何も持たなくていい。そうそう、なんか何もないですね。足軽はないです。アンドーナツの担当カラー、梨色です。これ重要。梨色なんでなんで千葉だからいったもん勝ちじゃあ、紫です。そう、なんか私、紫好きだから。あの、紫だなら嬉しい。<laughs> 何でも嬉しい、でも。 647人の方ありがとうございますじゃちょっとそろそろ終わりにしようかなと思うんですけどじゃあ終わろうかななんかね毎日配信できたらいいなと思ってて明日もできたら配信したいなと思っているのでもしよかったら来てくださいじゃあランキング読みますででん1位 JP さんオフィス脱出して見に来てくれてありがとう 2位シルビートさんありがとう3位ミオさんありがとうございます4位ユウタさんもういないかな5位達也さん6位道吉さんありがとうございます7位小次郎さん8位貴弘さん9位ヨッペンさん10位広島のケンさんあっケンさんありがとうございますケンさん11位マジンさん12位ナンナチさん13位ニセトナカイさん すごい名前ありがとうございました終わりにすると最初に言ってだいぶ経ったねだいぶ経ったねもう20分ぐらい経ったかな「オツカメムシ」じゃなかった「オツマイマイ」ちょっとオツカメムシってやだやだカメムシ好きじゃないもんトンボだなんか虫で許せるのは許せるっていうか虫で可愛いと思うのはトンボは思うんですけどあとはあんま虫は好きじゃないなかなか来れなかったから今日れなかったから えありがとうスナリさん来れてよかったえまた来てねあすなりさんシルビットさんおつまいまいい達也さんおつまいまいアリスちゃんおつまい,まいありがとうございました皆さんじゃあ終わりますたくさん見に来てくれてありがとうございましたじゃあ明日もできたらいいなショールーム やっぱまいまいだねって言ってたね。<laughs> おつまいまいちゃん、ありがとう。すなりさん、そうすなりさんはいつもまいまいちゃんって言ってくれ嬉しい。ありがとうございました。じゃあ終わります。五、四、三、二、一。バイバイ。また明日。